わ、もちまるも始まるよ。どんなもちまるが見えるか見る楽しみですね。もちまるラジオのまき。いやどうも皆さんこんばんは。やってまいりますさよ。もちまるラジオですよ、今からね始めていきましょう。オールナイトもちまる。ね、やってまいりましたよ。みんな拍手してごらん。えいしょ。えいしょ。えい。ちょっと乱れたね。ってことでね、今夜はね、なんとこうちょっと僕がね、あのラジオをね、初めてやるってことで、あの、ツイッターの方でね、たくさん、あの、フォロワー、あの、ファンの方からね、あの、コメントというか、ご質問をいただいたから、それをね、話していきながら、今日やっていこうかなと思います。えいしょ。じゃあ行こう。よし。じゃあね、どん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 ね、たくさんのね、ご質問いただいたから、それをね、僕が答えていっちゃうよ。すごいよね。うん。あ、ちょっとね、これ、一旦、ありがとう。はい。人参食べて、ちょっとあの、気合いになった。はい。うまいうまい。うん、じゃあちょっと食べながらね、申し訳ないけど、始めていこう。よし。じゃあまずね、ジョイントベスト田島さんですね。うんちは一日何回しますか？これダメでしょ、うんちでち。僕ね、うんちね、あの、すっごいするんだよね。うん、だから自分でもわかんないんだけど、だいたいあの、飼い主が、あれ、飼えてくれた時、お部屋、自分のハムチグヤの前にだいたい2、30個、まあ、軽くある。うん。飼い弁よ。次ね、モニュラモニュラさんですね。ちまるくんはその魅惑なボディをね、維持するには、維持する秘訣は何ですかってことで、うん。最近僕やってることは、あれ、サイレントホイールって昔やったでしょ、あれ。あれ、全然絶対乗んない。絶対乗んない。もう最近あれはもう、あのモニュメントにしてる。あると落ち着くからね、一応家にはあるんだけど、うん、乗らないでこの魅惑ボディを維持してます。よし。はい、次は、ひなままさんですね。うん。あ、二ついただきますね。もちまるくんの好きな人はいますか？うん。僕の好きな人はいない！いないんですよ。それがね。あの、飼い主はすごく大好きですね。パパさんとママさんは。うん。いつも元気だから僕は好きだよ。うん。ね。あ、子供、あ、ひなままの子供さんも来てるのね。もちまるくんの好きな食べ物は何ですか？うん、いっぱいあるよ。リンゴでしょ、人参でしょ、あとね、あの、野菜ね、キャベツも好きだし、僕はあのね、あれ、あの、お肉は嫌いだけど、野菜とか果物はほんと好き。あと、ひまわりの種は、必須。はい。はい、じゃあ次ね、そよ風137さんですね。もちまるくんが座右の銘にしている言葉や、ことわざはありますかっていうことですね。あります、あります。ね、カンカンガクガクってやつですよ。うん。これ何っていうと、遠慮せずに正しいこととね、思うことを主張して議論するっていうことです。うん。なので本当に、言葉はね、その場でね、自分がこうだと思ったことを言わないとね、ダメだって僕はいつも思ってるから、決まりの種ください！っていつも思ってます。いやーなんかほんとすごいみんなたくさんね、こんなにあの、ご質問くれると思わなかったからもう僕もびっくりして、こんなもう静止画みたいにちってね。いやーほんとありがとうございます。今ちょっとね、一旦ちょっと休憩して、次まだまだね、後半、たくさんいただけるから、僕のことをたくさん知ってください。まだ続くからごめんね。ちょっともう一度みんなさ、あの、ラジオだからあの、ほんとゆったり聞いてて、喋りすぎっていうのはなしで。じゃあね、次も、後半も、行ってみよう！ヒュヒュヒュ！よっしゃー！ふい！もちまる！はい、ってことでね、後半スタートですよ。うん。ここはね、1個目のチャット行こう。チャトちゃん、チャト太郎さんですね。うん。あ、なんかいっぱいやれくれてるね。もちまるくんは兄弟いますか？うん。あの、いた。僕
僕以外にいたのはあと3匹ぐらいいたと思うんだけど、覚えてねえでも、昔のことだからね。おちまるくん結婚願望ありますか？あるけど、まあもう、おしも食べてればそれでいいです。あとは、私はマークたさ、たかしさん。誰だそれ？僕わかんないよ、ちょっと忘れちゃってよ。いつか出てくるんじゃないのかな。ねえ、お姉ちゃん。そうだね。あ、これがマークたかしなのか。なんだ。出ました。はい、じゃあ次ね。次は、みさんですね。みさん。うちまるくんが一番楽しい時間は何ですか？たくさんあるけど、本当にいつもね、僕好きなようにさせてもらってから、寝ることも本当楽しいし、あとね、やっぱ一番はね、食べることが本当最高。やっぱ自分が好きなものを食べてる時間って、一番もう、あれより幸せだよ。みんなは何が好きかね、一番ね。楽しい時間とかね、好きな食べ物は合いますか？次、これそろそろ最後かな。ダイナマイトホッパー武田さんですね。ハムスター系 YouTuber になってよかったこと。なるほど。僕よくわかんない。ただ撮られてるだけだからよくわかんないんだけど。なんかこうやって、みんなと一緒に話せるっていうのはいいね。僕を知ってもらえるっていうのはすごく楽しいと思います。ハムスターってほら、まださ、なんか、飼いやすいただのペットっていうイメージが多いでしょ。時間で僕たちにも一人一人ちゃんと個性あるんだって。命あるんだから、子供にね、命の大切さを教えるっていうのも大事なんですけど、家族として持ってもらいたいから、これ見て、ただ飼うじゃなくて僕たちを家族と思ってほしいっていう、強い、夢があります。はい。じゃあ次ね。もちまるが思う不思議なこと。それはね、僕ね、人間を見てて思うんだけど、なんで人間はすっげ疲れて働いてんのかなと思って。疲れて寝ればいいんだけど。なんかやっぱあれなのかな。世の中がそう許してくれないのかね。あとね、後悔しちゃダメだよって思うのか。後悔は本当不思議なことだと思うか。一生懸命今起きれば絶対後悔とかないから、イコール不思議。それが不思議って僕は思います。今を生きる。よし！ってことでね、以上でいただいたものは全てかな。ありがとう！いやー、ほんと長らくね、いっぱい喋っちゃって僕ちょっと疲れちゃって。これからちょっと飼い主と一緒に、撮ったやつ、その一緒にあるパソコンで僕も見て、ちょっと確認したいなって思います。今日はね、本当、僕のこのラジオに付き合ってくれてどうもありがとう。持ち丸ラジオね、すごい好評だったら、また、こういうね、動画も作るし、YouTube でなんかライブ配信みたいになるから、持ち丸ラジオってのをやって、いいかもしれないね。みんなにほら、コメントとかさ、見て、こうリアルタイムに話して、パン。で、みんな一緒に人参でも食べようぜ。いやー、ほんとね、今世の中は世知辛い世の中なんて、世知辛い。だけど、こうやってね、少しでも僕をね、見て、楽しんでもらえたら、嬉しいなって思うし、僕はそれで好きなことやって、ね、美味しいものをいただいて楽しく、生きれればいいかなって思います。いや、そろそろね、じゃあ終わりが迎えてきた感じだから、次回のなんか持ち回るのは、何にしようかな。大公開時代の中にちょっと、コロンブスとかさ、マスコダガマとかマゾンの話でもしちゃう。なんも興味ないよな。ちなみに僕が好きなのは、マスコダガマ。マスコは最強だよ。よくわかんないけどね。そう。なんか最近そういう勉強して、僕もちょっと、頭いいハムスターになるかなと思って。ちょっと毛が少なくなってきて太ってきたからさ。知識入れてこなくてダメかなと思ってきて。ちょっと、苦しい。これ、大丈夫。よいしょ。お尻がしびちって。じゃあそろそろ、これで編集して、
ちょっと見て入ろうかな。うん、よし、じゃあ飼い主やるか。うん、ありがとうね、ほんと。また次の動画で会おうね。じゃあバイバイだ。うん、じゃあね、また来週。よし、やるぞ飼い主。うん、どっか見る。ちょっと編集しないとね、長くなっちゃったでしょ。買いましょう買いましょう。よし、Let's go。 動画を見てくれてどうもありがとう。この動画がいいねって思ったらグッドボタンを押してね。チャンネル登録はここクリッククリック。登録してくれなかったらヒマリの種ぶつけちゃうんだからね。それじゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。